了解しました。あいつにつきました。よし、俺が合図を送るまで誰も動くな。奴が外に出たら捕らえろ。了解しました。パトロールもたまには役に立つ。彼はあそこで何を。さあな、お前はプロファイラーだろう。犯人の頭の中を知り尽くしてるんじゃないのか。まさか。イーサン・マーズは殺人犯の心理プロファイルに合致してるとは言えない。お前の理論と証拠なら陪審がどっちを選ぶか明白だろう。あの女何してやがる。今イーサンが出てきたら厄介だぞ。どうします、追い払いますか。いや待て、入ってったぞ。ここの住人か。まあいい、ここでうろうろされても困る。イーサン、何があったの。警察が外にいるわ。あなたを逮捕するつもりよ。他の出口を見つけないと。くそ、奴は中で何をしてるんだ。必ず俺の合図を待つんだぞ。合図を待て。お前は待機しろ。まさか。私も行きます。ドアに二人つけ。行け。さあ行きましょう。こっちよ。警察だ。
動いたら撃つぞ。急いで、兄さん早く引かれちゃうわ。1時間ほど前、警察は折り紙殺人鬼と思われる男性の名前を会見で公表しました。誘拐されたショーン・マーズ君の父親であるイーサン・マーズ容疑者は現在逃亡中で武装しているとみられます。警察当局はこれを受け、この凶悪犯の一刻も早い逮捕を目指し一斉捜査を続けています。食料買ってきたわ。何が好きかわからないから、いろんなものを少しずつ。つけてきたのか？知りたかったの。ねえ、ニュースはあなたのことで持ちきりよ。警察総動員であなたを追ってるわ。あなたが折り紙殺人鬼だって。本当なの？あなたが犯人なの？俺は時々意識を失うんだ。まるで別の人格がいるみたいに。何をしていたかわからない時がある。唯一覚えているのが死体なんだ。水に浮かぶ死体だ。この怪我はどうしたの？なぜあのアパートにいたの？俺の中のもう一人の俺が俺のショーンへの愛を試してるんだ。ショーンを救うだけの愛があるか知るために。だから本当はショーンの居場所も分かっているはずなんだ。でもそれを知るためには試練を乗り越えなければ。どうしてそのことを警察に言わないの？何を言えって言うんだ。俺が殺人を犯して息子まで誘拐した男だって信じやしない。俺は自由の身でいなくちゃダメなんだ。他に方法はない。自分だけが頼りなんだ。ショーンが救出されたら自首するよ。でもそれまでは。こんなの長続きしないわ。自分を痛めつけてるのよ。今は息子を見つけることだけが重要なんだ。他に方法があるはずよ。分かってないな。時間がないんだ。あと数時間でショーンは死んでしまう。選択の余地はないんだ。すまないマディソン、もう行くんだ。このことは全て忘れてくれ。それが俺からの最後のお願いだ。俺のことを思うなら行くんだ。一人にしてくれ。
ウォッカでございます。ありがとう。差し出がましいようですが、何か心配事でも？操作で問題ですか？ブレイクはマーズが犯人だと確信している。あなたは？証拠はたくさんあるようですが。ああ、だがピンとこないんだ。彼には心理プロファイルも地理条件も当てはまらない。8人の子供を殺して自分の息子を誘拐した父親には見えないんだ。マーズは折り紙殺人鬼じゃない。命を懸けてもいい。では誰が？さあな、俺にはさっぱりわからないよ。持ち物から証拠を見直してはいかがですか？そう思っていたところだよ。ああ、そうそう、もう一つ。例のあれですが、あまり使いすぎないようにしてください。危険ですよ。とても危険です。もちろん気をつけてるが、難しいな。だんだん難しくなっていく。気をつけないと命を奪いかねません。嘆かわしいことです。何か新しいものがあるな。ショーン・マーズが消えた午後の公園付近のビデオ映像だ。何もないとは思うが、ひょっとしたら。タイヤの跡にマッチするシボレーが16時2分に公園の方向に向かって通過。反対方向に向かって16時37分に再度通過。ショーン・マーズの失踪時間と一致するかもな。犯人の車か。運転手の顔が見えないのが悔しいな。盗難車か。ジャクソン・ネビルが盗難の容疑で逮捕されたが不起訴となった。証拠としては不十分だな。ジャクソン・ネビル、通称マッドジャック、盗難車の売買事件に複数回関与。危険人物とみなされる。こいつが犯人に車を売ったかもしれない。わずかな手がかりだが、今はこれにかけるしかないな。ああ、そうそう、もう一つ。例のあれですが、あまり使いすぎないようにしてください。危険ですよ。とても危険です。くそ、まただ。トリプトケイン。
薬はベッドの横の机にある。ほんの少し、少しだけ。そうすれば痛みは消える。我慢するんだ。このままじゃ身が持たない。我慢できる。とにかく落ち着いて。落ち着くまで他のことをすればいい。Ugh.